Turn the radio up. FM Osaka.皆さんこんにちは、私たち FM 大阪 YouTube です。イエーイ。はい、本日は50の質問水田編ということで、水田くんに登場していただきました。よろしくお願いします。じゃあ水田くん、意気込みの方をお願いします。よろしくお願いします。やっぱ実際自分がやられると思うとすごい緊張するんで、頑張ろうと思います。すごい低くない？気のせいです。ちょっといつもと場所が違くて、あの雰囲気が出てますね。出てますね。それでは質問をスタートしていきたいと思います。はい、いきます。名前は？水田です。年齢は？24歳です。足のサイズは？25.5 です。よく聞く番組は？バズロックです。好きな曲は？ピローズのハニーバニー。好きな YouTube は？好きな YouTube 本棚食堂。好きな言葉は？元気。行きたい国は？アメリカ。タイムマシンが使えたら何時代で生活したい？江戸時代。好きな異性の仕草は？髪をかき上げる。女子に生まれ変わったら何をしたい？女子校に行きたい。苦手な食べ物は？メロン。最近楽しかったことは？飲んだこと。理想の休日の過ごし方は？寝る。好きな飲み物は？ビール。好きなお酒は？ビール。お酒を飲むとどうなる？記憶をなくす。得意料理はある？焼きそば。恋人にしたい有名人は？多部未華子。上司にしたい有名人は？工藤官九郎。特技は？ベース。最近のマイブームは？散歩をすること。コレクションしているものはある？ CD。 好きなキャラクターは？シロタン。今後の目標は？自分なりに頑張る。最近推している芸人さんは？真空ジェシカ。ファッションのこだわりは？アロハシャツ。好きな音楽は？ヒップホップ、メタル。尊敬している人は？お父さん。小さい頃の夢は？宇宙飛行士。1ヶ月休みをもらえたら何をする？旅行に行きます。ランチは何を食べてる？焼きそば。仕事で楽しいと思う瞬間は？仕事のスケジュールがカチッとハマった時。好きな食べ物は？焼きそば。自分の家で好きなポイントは？台所。これからやってみたい髪型は？角刈り。今一番会いたい有名人は？空気階段。今一番気になっていることは？トイレ掃除。好きな教科は？社会。これまでの部活は何してた？中学校卓球部で、吹奏楽部、軽音楽部。好きなスポーツは？サッカー。地元のお気に入りの場所は？公園。大阪で好きな場所は？難波公園。おうち時間で今一番やっていることは？映画を見る。肉派？魚派？魚。最近一番気に入ってるアロハは？じゃあこれで。最近一番びっくりしたもの、またはこと。東宝シネマズ難波がなんか休館してた。よく行くところは？公園。3連休あったら何をする？友達と遊び行きます。今仕事でやってみたいことは？何か新しい番組をやる。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあちょっと掘り下げていきたいと思うんですけど、ふーちゃんさん何かありますか？あ、私はやっぱり焼きそばですかね。焼きそばがお好きなんですか？そうですね、焼きそばは大好きですね。どんな焼きそばがお好きなんですか？自分で大体作るんで、あの塩焼きそばですね。あー、ソースじゃないんですね。ソースじゃないですね。ちょっとソースだとね、あんまりうまく作れない。へー。塩だとうまく作れる。塩やったらもうめちゃくちゃうまいです。あ、めちゃくちゃうまい。そんなに？なんかランチ何食べてるっていう質問も焼きそばだったと思うんですけど、あれはその会社の日のランチもそうなんですか？結構会社の日の時もあの焼きそば買って食べたりとか、ナンバーウォークのとこにも焼きそばっぽい店が何軒かあるんで、そこで食べたりとかしてますね。焼きそば好き？あ、知らなかったなと思って、ありがとうございます。では次男さん、何かありますか？自分の家で好きなところで、好きなポイントはのところで台所って書いてあったりしたんですけど、台所の何が気に入ってんのかなと。まあでも料理を作ってる時とかに結構立ってるんで落ち着くんですよね。
あ、落ち着く。落ち着きますね。料理してる時、料理してる時、焼きそば作ってる時、もう家では絶対焼きそばしか作らないんで、基本的に焼きそば以外作らない。焼きそば以外作れないんですよ。作れない。作らないじゃなくて、カレーとかも結構失敗しちゃうというか、焦がしちゃったりとかして。カレー失敗するんだ。一回のカレー食べて食中毒をして、それ以外全然極力焼きそば以外、もうその時作って食べれる量のものしか作らないようになりましたね。あ、置いちゃったんですか、カレーは。カレーはの3日ぐらい。あ、それは別にあの作ったことが問題ではなくて、置いたことが問題なのでは。じゃあ、立てやん。なんか3カ所ぐらい公園が出てきたんですけど。そうです、結構公園好きなんです、ね、公園好きですね。夜に散歩することが多くて、それでずっと歩いてたら、まあ休憩スポットじゃないですけど、公園をいっぱい見つけるようになって、公園で休憩して、公園で休憩して、それのベンチに座って、ベンチとか夜にブランコとか、なんか座れそうなところに座って、夜に座って、で何する、ぼーっとしてます、ね、あ、ぼーっとする、うん、それがリフレッシュできる。そうですね。じゃあ、カニちゃんも、じゃあ、と恋人にしたい有名人、多部未華子でしたと思う。多部未華子みたいな人がタイプなんですか。いや、なんかドラマで見て、うんうん、よかった、急に頭に出てきたのが多部未華子や、わーって感じ。わーって感じ。わかりました。ありがとうございました、はい、やってみてどうでしょう。まあ、実際に50の質問をやってみて、やっぱりあの急に答えるのはむちゃくちゃ難しいですね。もうほんと同じ答えがずっと出たんで、まあ、でもそんぐらい焼きそば好きっていうのをね、覚えてもらえたら。じゃあちょっと今度塩焼きそばを作ってきて、皆さんで食べましょう。あ、食べましょう。 YouTube 内でもできたら、まあ、マジでうまいんでね。50の質問は以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではここら辺で、はい、終了です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。